各所フォーエバー。の空中戦ふっつん来ちまったぜ。うわてめえと戦えると思うとなんだかワクワクしてくるぜ。楽しく戦うべ。よし力比べをしようじゃねえか。さあ追っ始めようぜ。レディーファイト。おりゃ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 エリガンエリガン次に繋いでいけるでしょうか。おりゃサプラ口を挟む隙間すらない。止めらんねえぜ。この一撃に勝てる。レイコーザー。風使いの陣、手に分かったぜ。修羅の会として恐れられた俺が。修羅の会。魔界の忍びの中でも最も恐れられてる戦闘集団だべ。忍び？お前忍者だったのか。道理ですばしっこいわけだ。ま俺の方が上だったがな。魔性使いチームに辛くも勝ったユウスケたち。しかし大会にはまだまだ強豪が残っている。果たして次なる相手はいかなる技を持つチームであろうか。おい覆面、今の俺はトグロに勝てねえって一体どういうことだ。まだ俺じゃ力不足だって言うのか。あれおめえもしかして、限界ばあさん。次回、限界からの最大の試練。水くせえじゃねえか、なあばあさん。限界からの最大の試練。ユウスケ、今のままじゃ 100% トグロに負ける。強くなりたければついてきな。何？一体何が言いてえ。いいから黙ってついてこい、ユウスケ。今の声は。最初からお前にだけは教えておいてもよかったかもしれん。ちょっとばかり事情があってな。時期が来るまで誰にも悟られたくなかった。やっぱり限界ばあさん。じゃあ、あの声は。ありゃあたしだ。一体霊波動を最高までに高めると細胞が活性化して肉体が一時若返る。さてこれからお前に試練を与える。あたしからの最後にして最大の試練だ。最後にして最大の試練。ユウスケ、強くなりたいという気持ち今も同じか。ああ、前よりでけえクレイだ。今の言葉忘れんじゃないよ。ああ
これからお前に渡すものがある。これを持てるのは霊光波動拳正統伝承者ただ一人。うわうわ、これこそ我が奥義霊光玉。霊気を極限まで凝縮したエネルギーの玉だ。継承者は自らの体と心で真の継承者になれるかどうか問われる。この太陽のようなエネルギーを受け入れるだけの器がなければお前の肉体はこっぱみじんになる。言うまでもね、こんな試練なら大歓迎だぜ。よし、行くぞ。あ？なんだよ、全然なんてことはねえぜ。うっ、体が、うわあ！なんだ、あの光。俺死んじまったのか。おい、そこのボンクラ。何？さっきの言葉は出任せか。てめえ誰に向かって。って俺じゃねえか。おめえと一緒にするんじゃねえ。その腐った根性叩きのめしてやる。なに、いい加減にしやがれ。おめえこそ叩きのめしてやる。レディーファイト。レディーガーショットガン。ほらほらショットガン。くらえ。てレディーガーショットガン。てくらいやがれ。はほりゃショットガン。いけてうらららてほりゃショットガン。霊光玉を自分のものにしたようだね。お前は自らの心身に打ち勝ったんだ。俺にとっちゃ刀らし程度だぜ。油断するなよ、ユウスケ。お前の本当の戦いはこれからだ。ああ。ユウスケは死の淵より這い上がり、ついに霊光玉を手に入れた。だが、さらなる試練が待ち受けている。頑張れユウスケ。よっしゃ、ついにベスト4入りだぜ。準決勝の相手は裏おとぎチーム。くそー、あの色男野郎、妙な刀をビュンビュン振り回しやがって。おまけに出るわ出るわのドクロの大群。あいつ見かけによらず結構えぐい趣味だぜ。次回準決勝、狂気の獅子若丸、面白くなってきやがったぜ。